番人さん、日本との人生をかけた戦いに勝利をしてしまう。なんで伊賀人いるんだよ、よく PSG 許したな、と思ったが優勝すると兵役免除がかかってるんだっけ。優勝して兵役免除になれば市場価値も爆上がりするだろうから PSG も出すか。伊賀人にとっても人生を大きく変える一戦だな。確かに人生かかってたんやな相手は。伊賀人やばい。レベチでしたね。兵役免除って厳格化されてたと思うけど、どうなんでしょうね。アジア大会で優勝しても市場価値爆上がりしないよね。伊賀人22歳なのか、若いな。だけはどうした？なるほど、だから他もガチ勢で臨んでるんか。なぜ伊賀人はパリに行った？伊賀人兵役免除かかってたらそりゃ勝ちに来るわ。伊賀人兵役免除おめでとう。韓国の法律上で兵役義務が終了されていない男性は満27歳までしか海外就労ができないんです。なのでその前に金メダル取らないと韓国へ戻ってこないといけなかったんで、 FIFA 規定上に招集拒否ができるけど、パリが今回協力してくれたためここにいるわけですね。なんとかかけてよかったな。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。